大阪府では20代から70代の男女15人の感染が新たに確認されました大阪府によりますといずれも無症状または軽症だということですこの週末は人混みを避けるなど不要不急の外出はお控えいただくよう6人の感染が確認された福岡県の小川知事は 不要不急の外出自粛を県民に要請しました。全国の感染者は昨日だけで201人増えて1662人となりました。